こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。不買運動と騒ぎ、日本企業が撤退し、日本への観光も行かないと騒いでいたあちらの国ですが、日本の入国緩和に韓国が入っていないとあちらが矛盾した反応をしています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本政府が今月から韓国、中国、台湾の3カ国と相互入国規制緩和のための交渉に入る方針だと朝日新聞が報道した。一方、日本経済新聞は日本政府が台湾とブルネイとの入国規制緩和交渉に入り、韓国、中国を緩和対象に含めることには依然として慎重な立場だと報道した。朝日新聞は複数の日本政府関係者を引用して、日本政府が韓国、中国、台湾、ブルネイ、ミャンマーなどと今月中に事業目的の往来を許容するための交渉に入る方針だと報道した。6カ国のうち台湾と交渉を一番最初に進める計画だ。これまで韓国、中国のように往来が頻繁な国の入国規制を緩和するには、日本の遺伝子 PCR 検査能力の不足が課題として指摘されてきた。しかし、新型コロナウイルス感染症の無症状者に対しても唾液を利用した PCR 検査を実施できるようになったため、韓国や中国との協議も可能になったと朝日新聞も伝えた。日本は先月からベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国と相互入国規制緩和のための協議を始めた。ベトナム、タイとは1日最大250人までの事業目的の訪問を許可することで合意し、先月初めて往来を始めた。残りのオーストラリア、ニュージーランドとの協議は遅れている。このため、朝日新聞は台湾がベトナム、タイに次いで3番目の緩和対象国になると見通した。日本経済新聞は、日本が今月中に入国許容国家を増やすための交渉を始めるとしながらも、台湾とブルネイが優先交渉対象国家だと報道した。韓国と中国は、日本政府が米国に対する入国規制を維持することを考慮し、協議を始めるのに慎重な立場だと伝えた。両氏の報道内容を総合すると、日本政府が韓国より台湾と先に相互入国規制緩和を実施する可能性が高い。2018年基準で台湾を訪問した日本人の数は約200万人で、350万人の米国、300万人の韓国、270万人の中国に次いで4番目である。特に情報通信、 IT、電子部品など日本と経済交流が活発で、往来を許容してほしいという声が大きかった。台湾は新型コロナ初期から外国からの入国を強く統制し、2ヶ月以上新型コロナ禍見物が出ていない。それではネットの反応です。台湾の貿易は世界最高水準であり、韓国よりずば抜けて優れているのだから当然のことではないか。日本がどうして韓国から受け入れなければならないと考えるのか。簡単だろ。日本に目を向けさせれば国民がそちらに押し寄せる。その隙に文災害がやりたいことを簡単に処理できる。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。